皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。ネコリンゲーム正直屋のネコリンです。今回の学園アイドルマスターは新サポートカードが強いっていう話と、新キャラクターというか新楽曲めっちゃかっこいいし性能もやばいっていうところの話をしたいと思います。またイベントについても話をしていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。最初に言っておきます、イベントかなりきついです。それではどうぞ。こちらが新サポートカード、何やってるんだろう、そして新楽曲 IV が登場というガチャ画面になります。早速聞いてみましょう。新楽曲かっこよすぎない？これ、俺さ、これ聞いた時さ、マジかっこいいって思って何回もリピートして聞きました。まあ、ガチャ引いたんですけど手に入らなかったんで、またちょっとリベンジはしようと思うんですが、早速性能を見ていきたいと思います。こちらが SSR IV 月村手まりという風になっていまして、育成最大の場合めっちゃかっこいい衣装だよね。このポーズも表情もめっちゃ好き。ちなみに普段はこういうパーカーを着ているというところになっています。プランはロジックです。もう皆さんね、育てまくってるんで分かってると思うんですが、ロジックは好印象やる気を活用して育成するプランとなっています。好印象はターン終了時のパラメータを上昇する、ターン開始時好印象が1減少、やる気は元気の増加量を増加という風になっています。まあ、好印象型っていうのは初動がめちゃくちゃ大事で、ちょっぱなどれだけ好印象を早く貯めることができるかっていうのが重要になるキャラクターです。それ考えたら今回の手回りね、めちゃくちゃ初動早いので、好印象タイプとしてはかなり強い部類に入ると思ってます。絡まる思いプラスレッスン開始時手札に入る好印象プラス10というところがありますので、これさ、初動からプラス10ってめちゃくちゃ強いですよ。いきなり10稼ぐ、その後ターン終了時に好印象10分のポイント入るってことですからね。で、これをどん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 好印象貯めていくっていうことになるので、序盤からかなり差をつけれるんじゃないでしょうか。最大じゃない場合でも好印象プラス8なので、かなり高水準だと思います。そしてこれが私プラス、ターン終了時好印象が10以上の場合、好印象の 100% 分パラメータを上昇するという風になっています。で、元気プラス3と、これもめちゃくちゃ強いよ。レッスン内3回ですからね、これすごいよ。しかも体力消費ないよね。で、手拍子っていうスキルカードあると思うんですが、あれって体力消費5で 150% 分の好印象パラメータ上昇じゃないですか。体力なしで手拍子よりはちょっと劣るとはいえ、こんだけ稼げる、しかも3回ですよ。元気もついてくる。これ普通に強いです。ロジックの中でもかなり育てやすいんじゃないかなという印象を今のところ持っています。実際に育ててみて、てか引いてみて判断したいですね。そして、P アイドルアビリティ詳細というところで、再抽選と、基本を含むスキルカード2枚強化した状態のプロデュースと、ボーカルダンスビジュアルすべての SP レッスン発生率プラス 10% がついているという風になっています。やっぱり SP レッスンどんだけ発生させるかっていうのがプロモードで上に行く重要なポイントだと私は思ってるので、そこ大事にしたいですよね。というところで、まずは手まりについてでした。正直めちゃくちゃ強いキャラクターだと思いますので、引くの狙ってもいいし、正直リセマラも今んところありだと思ってます。続いてサポートカード見ていきましょう。サポートカードは何やってるんだろう、サポートイベント獲得というところでラーメン巡りが手に入ります。ボーカルレッスン、ボーカルターンのみ、ターン開始時、スキルカード使用数追加プラス1という風になっています。レッスン内1回です。ただこれがめちゃくちゃ強いんですよね。さっき初動が早いっていう話をしたじゃないですか。初っ端からスキルカード使用数が1個増えますよ。で、手まりのスキルカード、初動で手に入る好印象がプラス8、最大プラス10っていうところがあります。それを使いつつ、なおかつスキルカードをもう1個使えますよ。ここで好印象を初っ端から稼ぐことができれば、めちゃくちゃアドが取れるので、手まりとの相性も抜群なものになっています。超強いです。で、初期ボーカル上昇もマックスでプラス60、初期でもプラス24という風になっていますし、なんといってもね、 SP レッスン発生率増加ですよ。さっきも言いましたが、 SP レッスン発生をどれだけ引けるかが高ランクを取るのに重要っていう話になってますので、まずこの SP レッスンがついているかどうかから気になりますよね。で、またランダムな名前に基本を含むスキルカードを異なるスキルカードにチェンジっていう風に書いてあります。
まあ、この基本カードってかなり邪魔じゃないですか。あんまり強くないし、この基本カードを消せるっていうのは正直嬉しい効果だと思います。ちなみにチェンジとは、スキルカードを異なるスキルカードに変え、プロデュース終了までデッキに追加するという風になっています。これが普通に強いと思うんだよな。やっぱ基本カード変えてくれるのってかなり助かるんですよね。うわ、基本カードしか来ねえってなった場合とかめちゃくちゃきついもんね。そしてサポートカードのレッスンサポート発生率は 100% 増加。おお。で、終了時のボーカル上昇もあると。で、スキルカード強化時にボーカル上昇プラス4というところになっています。やっぱこの2つ強いな。うん。正直これも相性めちゃくちゃいいし、リセマルで狙いに行くのはありだと思います。ていうかやっぱり初っ端のガチャ強いっすね。こればっかりはね、強いから俺もリセマラ正直考えました。もう一つの SR サポートカード、イヤホン半分個。何聞いてるの？こちらは元気プラスに体力回復3というところで、まあよくあるようなカードかなというふうに思っています。で、SP レッスン終了時の体力5というところで、別に SP の確率が増えるわけでもない。まあ体力回復はちょっと嬉しいですが、休むの回数減りますからね。で、お出かけ終了時のボーカル上昇プラス8というところで、ちょっとお出かけにも支援ができるようなカードになっていますが、まあ SR カードというところもあり、もっと他に強力な SR カードもあるので、これをカードを無理やり引くというのはあまりないかなと思います。まあ引けたら嬉しいなぐらいに思ってもいいと思います。こちらが1年1組のアイドルたちという学園アイドルマスターの新イベントになっています。イベントボーナス見てみましょう。ボーナス対象プロデュースアイドルというところで、今回のピックアップ IP の手まりが 50% となっていまして、その他琴音とかサキは 20%、 リーリアも 20%、 スミカ 20%、 才能開花で 22% という風になっています。それ以外のキャラクターも対象ではあるんですが、少しボーナスポイントは少ないという風になっていますので、できればこの上の方にいるキャラクターを使ってガン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 ボーナス対象で稼ぎたいですよね。そして今回思ったのが、ここ累計イベントポイントというところがあるんです。で、これが育成1回でだいたい1万ポイント入るんですよ。で、1万ポイントあるんですが、これマックス見てください。ジュエル500まで行こうと思ったら100万ポイント、まあ、第2回教室パーティーをここで取れるっていうのが60万ポイントになってますので、半年までやりたい人は60万ポイント稼ぐ必要があれば、つまり60回ですかね、イベント期間中。60回って結構厳しいよ。まあ、1回あたりそんなに時間かからないんで、20分ちょっとでできると思うので、頑張ればいけると思うんですが、結構ライト勢の方には厳しいと思います。俺も結構厳しいかもしれません。で、その他にも、ストーリーイベントコミュニティも見れますよっていうところで、私もこれね、また第2話から見ていこうと思ってみます。その他イベント交換所というところで、今回の第2回教室パーティー、これがサポートカードになってます。まあ、効果としましては、薄れゆく壁、元気プラス3、次のターン手札をすべてレッスン中強化、2ターン後手札をすべてレッスン中強化という風になっています。で、レッスン中は1回のみという風なものになっています。まあ、初期ビジュアルプラス60だったり、ビジュアル SP レッスン発生率プラス 21% だったりというところがあります。あとは試験終了時のビジュアル上昇プラス17、プロデュース中1回っていうようなものとか、イベントによるパラメータ上昇 100% 増加という風になっています。